三菱、ミニキャブ三菱、ブラボーブラボーは、三菱自動車工業が販売している、ワンボックスカー型軽自動車である。販売上は、乗用自動車扱いだが、登録上は、貨物自動車扱いである。ミニキャブエステートの後継者として発売され、タウンボックスが、ブラボーの後継者として発売される。貨物自動車登録ながら、エアコン、全席全開閉式パワーウィンドウ。 集中ドアロック、内装フルトリム、4スピーカー搭載オーディオなど、当時としては、乗用車に引けを取らない豪華装備を備えた、上級グレードも存在した。名目上は、ワゴン車だが、車検証の登録上では、貨物扱いとなっている。最大積載量は2 0 0ラム独立車種としては1999年に消滅したが、 2011年11月のミニキャブ版の一部改良で、豪華装備を持つ上級グレードの名称として、復活した。1989年2月、ミニキャブエステートの後継者として、ミニキャブブラボーの名でデビュー。当初は 550cc。実質的には、ミニキャブエステートのマイナーチェンジ版であった。1990年2月、マイナーチェンジに伴い、 自然吸気エンジンのみ 660cc 化され、全車ボディの全長がおよそ 50mm 延長された。1991年1月22日、前年の軽自動車の規格改正に完全対応させるために開発され、発売された。ミニキャブから独立指名称がブラボーとなる。全車マルチバルブ化され普及グレードには3気筒。 1> 最 1C12 バルブシングルキャブレターエンジンが、中堅グレードには3気筒 DOHC15 バルブ、イシマルチエンジンが、最上級グレードには3気筒15バルブ DOHC、インタークーラーターボという非常に珍しい仕様のエンジンが搭載された。現在でも、K1 ボックスとしては、数少ないステアリングチルトや後席フットランプが、装備される仕様も存在する。 さらに当時のスライドドア車全体的に見ても非常に珍しいスライドドアパワーウィンドウもパワーウィンドウ装着車に設定。この頃はヒンジ式のリアドアであっても手動式ウィンドウも多かった。1994年1月マイナーチェンジによりフロントフェイスおよびリアバンパーの形状変更。リアサスペンションがリーフスプリングからサンリンク式。 コイルスプリングに変更、中堅グレードは3気筒15バルブ DOHC、持マルチエンジンが4気筒16バルブ再 HC 持マルチエンジンに変更され、最上級グレードは3気筒15バルブ DOHC、インタークーラーターボエンジンから4気筒20バルブ DOHC、インタークーラーターボエンジンに変更された。もっとも、ミニカの 4A30 エンジンの場合5速 MT は、 もちろん AT は4足であったが、ブラボーの 4A30 は、車の性格を考慮して、同年12月に発売された、パジェロミニともども AT は3足のままであった。1999年4月、後継者のタウンボックスが発売され、販売終了。2011年11月、ミニキャブ版の一部改良の際に、新たなグレードとして、ブラボーの名称が復活する。 なお、乗用車登録のタウンボックスは一旦廃止された。2014年2月、ミニキャブ版が、スズキエブリーの OEM モデルとなり、フルモデルチェンジ。ブラボーは、継続設定され、ターボ仕様の、ブラボーターボも設定された。また、乗用車登録のタウンボックスも、スズキエブリーワゴンの OEM モデルとして復活し、 ミニキャブと同時にフルモデルチェンジされた。なお、OEM 元の鈴木エブリーが2015年2月にフルモデルチェンジされ、これを受けてミニキャブ版やタウンボックスも翌月にフルモデルチェンジが発表されたため、この台での販売期間は約1年に1ヶ月間であった。2015年3月、ミニキャブ版及びタウンボックスが OEM モデル以降後発のフルモデルチェンジを発表。ミニキャブ版は、先代に引き続き、ブラボー、ブラボーターボが設定されている。2018年、自然吸気エンジンモデルが廃止される。ありがとうございます。